韓国を理解する最も良い方法は仏教に一歩近づくことです。また仏教を理解する最も簡単な方法は精進料理を食べてみることです。韓国の精神文化が完全に盛り込まれている食事、精進料理について今からお話ししましょう。世の中を目覚ます夜明けの礼拝の余韻がまだ残っている時間。寺院の台所である小裏でみんながせわしく働き始めます。座禅する修行者と大衆のために毎日真心を込めて用意する素朴な料理。この平凡な日常の食べ物を特別にさせるのは、そこに込められた精神なのです。食べ物を作って食べて分かち合う、すべての行動が悟りを開くための修行の延長であり、慈悲を実践する過程であるという教え。そうした教えが込められた食べ物が韓国の精進料理であり、それを徹底的に守り続けている伝統の食事作法が八雨供養です。皆が集まって同じものを適量のみ残すことなくきれいに食べる節度ある食事。食べ始める前に唱える五感経は、食事をすることもまた同じ悟りを開く過程であることを確認させてくれます。他の生命と分かち合うために自ら食べ物を取り出す根食。ほんの一かけらさえ残さないことで自然を害することのない後始末。このように厳しい八雨供養の儀式は最近だんだん簡素化しつつありますが、その精神は完全に守り続けられています。このように悟りと慈悲のための食べ物であるため、精進料理の材料として使えないものがあります。辛い味によって心身を刺激する五種の野菜とすべての肉類がそれです。内面の平和と生命尊重の思想こそが韓国仏教の存在の理由であるからです。共存するすべての生命と共に食べられる純粋な料理。自分自身の体に慈悲を施す最高の選択。精進料理はより豊かな未来を準備します。旬の食材を加工せず、自然の味そのものを生かす秘法。精進料理は韓国伝統の食文化の原型をそのまま保っており、菜食であるにもかかわらず、その種類は数えきれないほど多様です。食材になってくれたすべての生命に感謝し、無駄に捨てられないように大切に扱う心構えも特別です。独特の淡白な味がする天然の調味料、
足した栄養を補う総意に含む調理法。韓国固有の保存食と発酵食が発達したことも、今日精進料理が注目される理由となっています。地域ごとに材料と調理法が違うのは、精進料理が自然であることを証明しています。違う気候と土壌、特徴のある四季は料理にそのまま盛り込まれています。お皿がきれいになればなるほど、心はいっぱいになる幸せな食事。韓国の精進料理は山門から出て大衆の中へ静かに馴染んでいます。大衆が一緒になって作って食べて分かち合う和合の料理。時代によって材料と味は変わるとしても、決して変わることのない価値なのです。山門を抜け出して大衆の中で、より美しく花咲く韓国の精進料理。自然の材料と人間の手が調和をなして最高の味を作り出す完全な食事。その深くて長い時間を経た味の歴史が、これから皆様へとつながります。精進料理の世界へ皆様をご招待します。